ミアよ。マップを確認して、この間話した場所に来てちょうだい。そこで待ってる。じゃあね。よう、サニーってやつがチャレンジャーを探してるぜ。あいつはまだブラックリストに乗ったばかりの下っ端だ。こいつはチャンスだ。軽くもんでやりな。調子どう？ミアよ。レーザーがあなたの動きを探ってるわ。あなたが戻ってきてびっくりしたみたい。これからあいつが焦り出すのが目に浮かんですっごい楽しみ。頑張って自分の走りをして。じゃ、また連絡する。よくやった。聞いてくれ、どうやらレーザーのやつが動き出したみたいだ。おいおい落ち着け。いきなりあいつに会ったって勝負できねえんだ。勝負するにはまずレーザー以外のブラックリストランカーを全て倒し、各エリアで勝ち上がらなきゃならない。エリアは大きく分けて3つある。今いるところがローズウッド、海の方に行くとキャンデンビーチだ、ロックポートはさらにその向こうだな。それと評価も上げないと次のレベルのバトルには参加できねえ。各バトルで評価を上げ、ブラックリストランカーに挑戦できるチャンスを勝ち取るんだ。情報が入ったらまた知らせる。じゃあな。おう、ロークだ。新しいパーツや車が欲しかったらショップに行けよ。俺の名前を出せばいろいろ面倒見てくれるぜ。場所はマップでチェックしてくれ。警察に追われたらマップを見ろ。そこにアイコンが表示されているはずだ。その位置にパースートブレーカーがある。こいつに突っ込んで奴らの追跡を振り切れ。ドジって捕まったりするんじゃねえぞ。お前の噂をタズって奴が聞いたらしく、バトルしたいらしい。そいつが次のランカーだ。あいつ自体は大したことないが、警察が躍起になってシャシャリ出てくる。厄介だぜ。よくやった。タズはお前を見くびり、その代償を払った。お前も同じ土地は踏むんじゃねえぞ。じゃ、また後でな。おう、ローグだ。よく聞けよ。次のランカーを出せば、キャンデンビーチへ行けるぜ。頑張れよ。ねえ、私よ、正直に言っとくわ。もちろんあなたを助けたくてやってるけど、私にだって見返りは必要よ。あなたのためにセーフハウスを用意するから、私があなたにかけてるってことには目をつぶってほしいの。悪くない話でしょね。ミアよ、使えそうな警察の内部情報を手に入れたわ。セーフポイントに逃げ込めば奴らを振り切れる。セーフポイントは街中にあるから探しといて。またね。よう、どうだ調子は。今日はパワースーとマイルストーンのネタを仕入れてきたぜ。ブラックリストランカーの奴らはそれぞれこのパワースーとマイルストーンの記録を持ってる。もしお前がこの記録を塗り替えることができれば、評価が上がること間違いなしだぜ。聞け、お前と他の連中の関係なんて俺にはどうでもいい。俺の邪魔だけはすんなよ。ここは俺の島だ、分かったか。俺が消えると言えば消えりゃそれでいいんだ。なんか調子いいみたいね。すごいことになっちゃってるじゃない。私キャンデンビーチのバトルが楽しみ。オッズはここよりいいって噂よ。期待して。この調子で奴らに勝ったね。レーザーとの勝負も時間の問題よ。じゃあまた。
ビッグと勝負だ。前に話したちょっと切れたレーザーの連れだ。あっちから喧嘩を吹っかけてきたぞ。チャンスだ。あいつのランクを奪え。それだけでレーザーを刺激するのに十分だ。俺は邪魔が入らんようにお前の走りを見といてやるよ。はい、私よ。キャンデンビーチに着いたんでしょ。順調ね。ローグもしっかりやってくれてたみたいだし、海岸の近くにまたセーフハウスを用意しといた。ローズウッドにいちいち帰らなくても済むわ。それじゃ。ちょっと調べてみたんだが、あのミアって女、お前に相当金をつぎ込んでるみたいだぜ。あまり好きになれんな。おそらく警察もあの女に目をつけてるんじゃねえか。もし俺がお前なら、あんなヤバそうな女には近寄らねえがな。いや、俺だ。また懲りずに戻ってきたみてえだな。俺が恋しかったってわけか。ああそうだ、お前からいただいた車だがな、なかなかのもんだ。どうだ、俺専属のエンジニアにでもならねえか。まあ今度は痛え目に遭わねえよう、おとなしくしてるんだぜ。じゃあな。いい感じで走ってるみたいね。ロックポートでもこの調子だったら結構いろんな車とやれるはずよ。レーザーが妙な動きを見せてるらしいけど、心配する必要ないわ。いろいろ準備しとくから。じゃあまた。俺だ、ローグだ。今度のランカーはイジーっていう女だ。お前を任せって生きり立ってるらしいぜ。ここでしっかりぶっちぎっておかないと調子に乗る一方だ。分かったな。じゃあまた連絡する。これでイジーのバトル人生は終わりだな。よくやった。近いうちまた連絡する。はい、私よ。クロスって警官があなたをショッピコート焼きになってるわ。 C6 型のコルベットに乗ってるから注意して。部隊を引き連れてあなたを探してる。奴らに追われても囲まれちゃダメよ。いつも3台セットで動きを封じようとしてくんの。私もそれで前捕まってる。また何か分かったら連絡するから。じゃあね。次のランカーはビッグルー。お前の挑戦を受けるそうだ。勝負してやれ。これはこれはヒーローさんかい。順位上げてきてんじゃないか。あ、調子乗んなよ。俺の島じゃ好きにはさせねえぜ。ま、お前なんかじゃバトルにならねえが。おい、変な噂が流れてるぜ。お前のことだ。信じちゃいないかな。何でもお前が警察と繋がっているって言ってやがる。これは何とかしないとまずいぜ。俺たちで証明してやろう。とりあえず噂の発信源を探ってみるよ。バロンってやつがお前に会いたいらしい。バトルしてどっちが上かって一人で盛り上がってるってよ。ここで一発ぶちかましてやれ。あなたトップ10に入ったのね。海岸の連中は組織化してるみたいだけど、その調子で頑張って。また電話する。じゃあね。あなたすごい評判になってる。今回は警察のヘリの情報よ。ヘリが追ってきたら何かの影に隠れて。いくらヘリが速くても投資はできないもんね。隠れてるところ見つかると地上部隊に連絡されちゃうわよ。じゃあね。はい、私よ。いい走りだったわ。
レーザーきっと慌ててるわね。その調子。ロックポートもすぐそこね。じゃあ行くわ。またね。あなたは少し出しゃばりすぎたようです。私の周りからかなりの反感を買っていますよ。注意してください。ついにナンバーナインをかっさらう時が来たぜ。相手はお前の噂を聞いただけでブルってるってよ。速攻でぶっちぎってこい。こいつに勝てばいよいよロックポートだ。ミアよ、やるじゃない。あなたブラックリストのナンバーナインよ。ロックポートの街を研究しといてね。またセーフハウスを用意しといた。ちゃんと位置を把握しといて。それじゃ。ミアよ、びっくりしちゃった。ロックポートの奴らは手強いみたい。ずっと走ってたけどこんなに強いなんて知らなかった。じゃあまた電話する。いやどうだ、俺だ。ローグとかってやつがお前を手伝ってるのを知ってるぜ。でもなんか妙じゃねえか。やつに何の得があんだ。俺に言わせりゃ気な臭い感じだぜ。どうでもいいが。じゃあな。レーザーがお前を潰したやつに大金を出すって話だぞ。この噂話がどこまで伝わってんのか分かんねえが、今は周りが落ち着くまで静かにしろ。また後で連絡する。出番だ。次はジュエルって女が相手だ。可愛いからって見た目に騙されんなよ。これで勝てばナンバー8だ。頑張れよ。あいつは楽勝だったか。まあ俺との勝負はそうはいかねえ。安全運転でもしてろ。ヒーロー君か。レーザーだ。俺と戦うために関係ない奴らをかなり潰してきたようじゃねえか。本命が俺なのは分かってるが、忠告だ。負けた奴らお前に復讐するためだったらマジで何だって仕掛けてくるぜ。覚悟しとけ。はい、ミアよ。ちょっとしたコネであなたのヒートを落としといたわ。今のところあなたが警察に追われる心配はなし。ちょっと楽になったでしょ。今のうちにブラックリストの奴らと勝負して。じゃあね。相手は通称風って言われてる日本人だ。こいつの走りはかなりヤバいらしいぜ。ヤバいやつならとっととぶっちぎって逃げるに限るさ。元気？すごい騒ぎになってるじゃない。なんかあなたみんなの注目浴びちゃってるわよ。警察もすごい必死。残るブラックリストランカーは5人ね。そのうち2人はレーザーの仲間よ。さあしっかりね。あと少しよ。それじゃあまたね。よう、俺だ、クロスだ。どうした？なんで俺がお前に電話できるか驚いてるのか。その理由は簡単だ。お前の仲間が裏切ったんだよ。かなり身近なやつがな。しかもこいつはよ、これからもお前の情報をくれるって言ってるぜ。これからは俺だけでなく仲間にも気をつけるんだな。アバよ。準備はいいか。ミングってのがお前のランクにイチャモンをつけてきた。早くバトルさせろと言ってきたぞ。まあ、軽くちぎってやんな。
寝心地は。ここまで来れば気分もいいだろう。しかしこうなると誰も、おっと、俺だけかもしれないが予想外だったんじゃねえか。あともう一息、気引き締めて次行こうぜ。
はい、町はあなたの話で持ちきりよ。レーザーは絶対焦ってるわ。あと少しね。それじゃ。待ちに待った日が来たな。みんなこの勝負を楽しみにしてる。もう引き下がれないぜ。賭け金はべらぼうな額になってるらしいぞ。ベイビューの連中まで乗り気になってるってよ。オッズはレーザーよりもお前に傾いてる。最後にぶちかまそうぜ。いよいよだ。そのしょっぺい車でマップの場所に来い。待たせんなよ。